こんにちは。ブロガーで作家のハーチューです。この番組は生活も仕事も大事にしたい人に向けて人生を変える具体的な行動方法ツールをご紹介していく番組です。で、今日は紙の本の読書とあと Kindle とかの電子版での読書を私がどう使い分けているかっていうことと、あとは損切り読書法という、独自の読書法についてお話ししたいと思います。別にこうやるといいよっていうテクニックというよりかは、私はこうやってるよっていうのを喋るだけなので、よかったら参考にしていただくと同時に、コメント欄で、私はこうしてますみたいな、皆さんの電子版紙の使い分け法とか読書の工夫を教えてもらえると嬉しいです。で、電子版と紙をどう使い分けているかっていう話からいくと、私はここ数年電子版を買うことがやっぱり多かったんですね。理由はセールが、一番大きな理由で、紙の本って原価がかかるから、そこまで出版社からが決めた定価から安くならないんですけど、電子版は結構セールをしてるんですよ。で、中には 50%、60% 割引になったりとか、もう100円均一みたいなセールになってることもあるし、あとは Kindle だと、Amazon の Kindle だと読み放題のプランなんかもあるので、そういうのを活用していくと、やっぱ電子版で読んだ方が圧倒的にお得だなっていうのが多かったんですよね。だから Kindle のセールリストみたいのを発表しているページがあるので、そこを見て、で、こまめに読んでたりしました。漫画とかだとね、特に第1巻、第2巻、第3巻ぐらいまで無料で読めちゃうセール期間なんかもあるので、それでね、結構おかげで漫画の読書幅が増えましたね。もし電子版がこんなに普及してなかったら、私は漫画をそこまでたくさん読んでなかったんですけど、本当電子版のおかげで漫画生活も楽しんでます。で、電子版で買って、で、何度も読み返したいものとか、本でもう一回確認したいものとかは、紙の本で買い直すというか、電子版も持ってるし、紙の本も読むみたいな感じに今まではしてました。やっぱね、紙の本の方が頭にはしっかり入ってくる感じがするし、あと長いものは絶対に紙で読んだ方が頭にしっかり入るので、なので、長い小説とかは、最初から紙で買うんですけど、そうじゃないビジネス書とかは電子版っていう感じでしたね。で、漫画はね、結構かさばるので基本電子っていう感じでした。本棚の置くスペースとかを考えると、電子書籍がいいのと、あとは、続きが気になる漫画だと、電子版は発売日の0時のになった瞬間に配信してくれるんですよ。でも紙の本っていうのは結構配送に、半日とかかかったりするので、すぐ読みたいってやつはやっぱ電子版がいいなっていうふうに思いました。本当電子版と紙とそれぞれにメリットデメリットがあるので、それによって本当好きな感じで使い分けていいとは思うんですけどね。で、漫画に関しては旦那と一緒に楽しんで読んでるものっていうのもあるので、そういうのは紙で買って、でお互いに回し読みして、自分だけが読むのは電子版みたいな感じでした。旦那はね、漫画を絶対紙で読みたい人で、電子版だとなかなか読まないんですよね。で、電子版すごく活用していたんですけど、ここ最近ちょっと変わってきてて、やっぱね、紙の読書が落ち着くなって思いました。年齢もあるのかもしれないんですけど、ただなんかこう紙で読むと、ただの情報摂取っていうより体験っていう感じがするなっていう風に、改めて紙の良さを最近感じているので、なので自分の中で急速にもう紙が盛り上がっていて、ほとんどの本をね、ちょっと電子版の方が安くても紙で買うようになってますね。で、ただね、Amazon で買うと、間違ったなっていうことがたまにあるんですよ。書店だとパラパラってこう試し読みしてから買うので、そういうこと少ないし、Amazon でも、これ、この作家さんの本前にちょっと合わなかったかもしれないって心配な時は、電子版で冒頭だけサンプル版を読んで、それからよかったら紙の本を買うっていう、こう2段階での購入にしてるんですけど、それでもやっぱり、失敗しちゃう時とかってあって、読み始めてから、ちょっと文体が私の思ってたのと違ったなとか、好みじゃないなとか、思ったより読み込めないなって思うこととかがあるんですね。そういう時は読み切らないうちに、ちょっともったいないけど、メルカリに出しちゃいます。で、ここがポイントで、メルカリは、紙の本っていうのは、メルカリでの換金性が高いんですよね。絶対に新刊だったら売れるっていうところがあるので、なので失敗しても怖くないっていうメリットがあります。本当メルカリっていろんなものが取引されていますけど、多分書籍って一番取引されてるものだったり、初心者が取引しやすいものの一つだと思っていて、
紙の本で新刊だとちょっと安くするとすぐ売れてしまうし、あとはプレミアがついてることがあります。もう結構 Amazon とか楽天とかで売り切れちゃった本とかってメルカリですごく高く売ってたりとかして、もう私はそういうね、あの本の価格を釣り上げるようなことはやりたくないので、そういうので売ったことはないんですけど、とはいえ、あ、なんかこの本すごい高く売ってるなみたいのを見かけることがありますね。自分に合わない本に出会った時なんですけど、私は本を一冊読み切るわけではなくて、あ、これ合わないなと思ったらちょっともったいないけど、もうそこでメルカリに出しちゃったりとかします。まあほとんどの本は全部読むし、面白い本っていうのはもう全部読みたいんですけど、ただこう部分的にだけ気になる本とか、あと最初すごい面白かったけどだんだんちょっとなんか自分向きじゃないなってこう失速してきたりとかするときは本の損切りをするんですよ。まあ、これ以上の時間を使うよりかは次の本読んでもっとこうなんかいい情報を得たいなとか、なんか自分の時間をね無駄にしないためにそういう風にしてます。別になんかその本が悪いとかではなくって、本ってやっぱり相性があるので、文体が好きだ嫌いだっていうのもあるし、あとは何より大きいのが今自分が読むべきタイミングじゃない本に出会ったりとかするんですよね。まあ高校1年生が小学生の本に出会っても簡単すぎたりするのと同じで、あるいはその小学生が高校生の本を読んだら難しすぎるのと同じで、なんかその本の良し悪しとかではなくて、なんか今の自分向きじゃないとか、なんか自分のムードに合わないとかで、あ、これ読むの今じゃなかったなって思うことがあるんですね。そう感じた時とかは、まあせっかく買っちゃったから、まあ読むのをやめてメルカリに出して次にこうなんか読んでくれそうな人に譲るみたいなこととか、あとはまあ友人にね普通に譲ったりとか、そんな風にしてます。本ってね、買ったら全部読まなくちゃいけないって思い込んでる人結構多いんですけど、そんなことないっていう風に思います。あの自分に必要なところだけ読んだらいいと思うんですよ。あの幕の内弁当ってありますよね。なんかいろいろ美味しいものがちょこちょこちょこって入ってるものって、あれって嫌いなもの、苦手な食材が入ってたり多すぎたら残したりしますよね。それと同じで、もう自分には合わなかったなとか多すぎたなって思ったら、もうお弁当と同じで本も残していいと思います。学生の頃も教科書とか参考書とかって必要なページだけ読んだりとかして、最初から最後までもう一言一句逃さず読んだみたいな、読んだ人は少ないと思うんですよ。小説とかだとそのやり方だと物語が成立しない、あの頭に入ってこないのでできないけど、でもビジネス本とかは教科書と同じで、主な目的、読む目的が娯楽ではなくて情報の摂取なので、だからまずは全部読もうっていう思い込みをなくして、面白いところを探そうとか役立つ場所を見つけようとか思いながら気軽な気持ちで読むと、すごくなんか読書のプレッシャーがなく楽しめるのかなというふうに思います。そういうあの損切り読書法を身につけると、本の中から自分に必要な箇所を瞬時に見抜く能力が磨かれて、より効率的な読書ができるようになって、よりね読書をその自分の実生活に役立てるっていうことができるようになると思いますね。なのでよかったら損切り読書法を皆さんの読書に取り入れてみてください。ちょっともったいないかもしれないですけど、まあ今は本もメルカリで売れたりとかいろんな方法があるので、ぜひぜひというわけでした。今日はここまでです。ではまた。